どうもこんばんは、ごはんです。メリークリスマスと画面上に出ていますが、この記念すべき12月25日からマインクラフト Wii U エディション始めていきたいと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ、世界の名前はごはんチャンネル、ゲームモードはサバイバル、難易度はイージーで始めていきたいと思います。お、なんだいきなり画面がおかしくなったと思いましたね。さあ、ここが新たな私の生活の拠点となるワールド、おっと、ワールドになっていますね。そもそもマインクラフトとはどんなゲームやと、まあ自由な発想でブロックを積み上げて探検したりとか、いろんなものを作ったりするゲームらしいですね。で、夜になるとモンスターが現れるので、その前には必ず安全な場所を作っておきましょうというのが、私がチュートリアルで教わったことですね。さあ、それでは木を切り出したので、まずはこの木を素材に作業台というものを作って、その木を切り出すための斧だとかをまず作っていきたいと思います。作業台を置いて、ツルハシと斧が欲しいですね。と、斧、はい。まあね、チュートリアルで私家作りまではプレイしたので、第1回目の今日は安全な家を完成させることを目標にやっていきたいと思っています。またね、本当にマイクラに関して初心者なので、コメントなどでアドバイスなどいただけると非常にね助かります。よろしくお願いします。とりあえずね、チュートリアルで習ったのは木を切り出してお家を作ることと、あれ？なんか家があるんやけど、なんだろう。初めて見た、こんな。なんかいるし。あ、村人だって。なんか顔色悪いね。大丈夫か、この村。なんか疫病が流行ってるとかそんなんじゃないの？大丈夫？あ、でもここに村があるので、この辺に家建てようかな。そしたら心細くないしね。お、松明がある。これちょっと拝借しよう。OK。 とりあえずね、木の作業台を作ったので、次は丸石だっけ、丸石というものを集めてかまどを作って、火を使った道具が作れるようになりたいと思います。お、なんか羊っぽいのもいるし、あ、牛もいるし、いいじゃん。ここ食べ物にも困らないし、心強いね、村人もいるから。いいね。どうしよう、どの辺に家建てようかな。わ、雪が積もってるね。これは12月だから雪が積もってるとかそういうの関係ない。なんか畑とかもあるしね。とりあえず石を集めよう。あれ？なんだろう、この黒いの。見たことないアイテムだな。おお、大丈夫か、この村。なんか地盤沈下とかしそうなんだけど、この村の下穴ぼこだらけやん、これ。大丈夫なのか。このマインクラフトというゲームの重力ってどうなってるんだろうね。なんか木とか切っても上から落ちてこんけど。じゃあちょっとね、素材となる石をここで集めておきたいと思います。私がちょっとチュートリアルで覚えたことは、木を材料にした家を建てるということなんだけど、まあ一応ね、自由な発想で物が作れるということなので、まあ石を材料とした家とかも作れるんかなとは思うんですけど。さあ、ちょっと階段を作って上に上がってこう。よいしょ、よいしょ、あと1だ。さあ、じゃあどうしよう、この辺に家建てようかな。草むしりします。おお、待って落ちちゃった。よし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 。おお、もう学習しようよ本当に。
ちない、次は落ちないように気をつけて。おっと、さ、いい感じいい感じ、よいしょ、この辺に当たってようかな。え、なんかこんなになんか野生動物みたいなのがいるんだったら、私なんか牧場とか作りたいな。なんかまだそのどうやって捕まえるとかわからんけど。さあ、これで木の板かな、かまどを置いて木の板を並べて家を作りたいから、その前に、あ、そっか、木の板で、よいしょ、囲ってこう。あ、ちょっと羊がいるんだけど、私この子と同居しようかな。ね、あの羊をさ、この家の中に入れることってできるんかな、この子捕まえようか。この子の周りを囲ったらよくない？で、扉閉めてしまえばいいやん。いいじゃんいいじゃん、ペットにしよう。これ私のペット、よし、いい感じいい感じ、捕獲完了じゃないこれ。よいしょよいしょ、やったね。嘘でしょ。お前段差上がれるんか。ほんとくそー、失敗した。なんか2段ぐらい積み重ねると逃げてかんのかな。ちょっと羊の捕まえ方を覚えたいに、私ちょっとここで牧場することにするわ。じゃあそうだな、私あの牧場主になることを当面の目標にしようかな。よし、じゃあちょっと家をね作っていこう。まあ、最初はね、とりあえずこのね、夜を明かすことのできる家を作るということで、とはよいしょ、OK、まあ、特にその見た目とかにはこだわらずに作ってしまいたいと思います。さあ、ちょっとね、木が足りなくなっちゃったので、ちょっと近所のこの林まで木を集めに来ました。これどこまで削ることできるんやろ、上は。結構届くね。あ、ここまでだ。なんででもこの木落ちてこないの？明日になったら治ってるの？どんな感じになってるんだろうね、この世界は。じゃあちょっと家を作り上げられるだけの木材を集めたい。あ、置いちゃった。さあ、それでは材料が揃ったので家作りの続きやっていきたいと思います。あ、そっか、手に持たないと。よいしょ。あ、ちなみにこれが私のキャラクターです。なんか既存のものなんですけど、オリジナルのものが作れるのかとか、まだそういうのも分かってないので、とりあえず既存のもので、あのこのゴリラ、何、ビッグフット、いいなと思ったので使ってます。あ、なんか暗くなってきた。ちょっとなんか急がな、怖い。なんかモンスターっていうものを私まだ見たことないんだけど、怖いの。なんかいきなりわーとか出てきたら、ちょっと急いで立てよう。よいしょ。なんかどんどん暗くなってきてる。よいしょ。ここにどうやって置けばいいんだ？あ、ドア開けてしまった。よいしょ。置けない。急げ急げ。よ
で、あとは天井かな。よいしょ。OK。ちょっと天井の低い家だけど即席ハウスということで、おお、できた。そしてさっき村の街灯から拝借した松明を設置して、できたできた。これでお家の完成です。はいはい、できた。このはい、一見段ボールハウスこのセンスのかけらもないこの段ボールハウス、完成することができました。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。次回は何をすればいいんだろうちょっとね、チュートリアルをもう少し進めてみて、今後の自分の進む方向性を決めていきたいと思います。よかったらまた遊びに来てください。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。